藤沢修司は明治、大正期日本の英文学者、劇作家、学習院名誉教授、後は古説。1875年、新潟県氏族、藤沢親これの次男として、東京府に生まれる。陽明は菊丸。東京帝国大学文学部英文化に入学し、小泉役もから英語を学んだ。在学中、英作文の優秀者に与えられる賞を受賞しているが、 その理由は、英文の正確さ以上に、内容が優れていると評されてのものであった。同期には、森清志、内ヶ崎作三郎、小日向貞次郎、栗原はじめ、小島武雄らがいる。1901年に、東京帝国大学を卒業した後、志願兵として、青山の陸軍不評第三連隊に配属されるが、訓練中に右手を負傷して除隊され、 療養生活に入る。この頃から藤沢古説の名義で擬曲の執筆やドイツ文学の翻訳に従事した。1904年、北海タイムス社が主催した北海道歌の歌詞募集において応募作が入選する。この入選作は小山作之助の作曲で11月3日付の同志一面に歌詞と楽譜が掲載された。 1905年12月に食卓で学習院の英語教授となり、翌1906年6月に高等館6等の待遇で正式に着任する。学習院高等科で英語主任を務めていた1925年、英語及び英文学研究のためヨーロッパへの渡航を命じられる。1年2ヶ月の渡航留学で初めはパリ、後にロンドンへ滞在し、 帰りの船では、教え子の秩父の宮用人氏新郎と塗り合わせた。戦場では手慰みにスケッチを描いていたが、その腕前は、本職の画家にも引けを取らない出来栄えであり新郎は、藤沢は絵で、飯が食えるのだと激笑したという。1936年、伊賀により学習院中等科主任を退官。名誉教授の号を授与される。 1945年11月29日、杉並区阿佐ヶ谷の自宅で脳一血のため死去。去年71。生涯独身で、妻子はいなかったため、老いの藤沢武雄が母子を務め12月23日に、親族のみで葬儀が行われた胸の死亡広告が、翌1946年1月14日付の毎日新聞に掲載された。特に重期のない場合は、 藤沢小説名義、ありがとうございます。